もっと聞いてね MBS MBS ヤングタウン。家族に乾杯の話がちょっとなっておりましたですけども、今ちょ喋ってまして、はい、今だ言うたんじゃ俺に、家族一緒に行ってないですね。一緒に、何ですか、今独演会なんでおかしくなって、まあ、ちょっとな、少しなんか、そうね、ちょっとありましたけど、そんな話。わかりました、すいません、すいません、なぜそうなんのか、後で説明させてください。はい、いやいやいや、大丈夫ですか、まあ、まあ、先に言っときましょう。あの、トムの頭が、逃げてる受刑者みたいな。ちょっと、負けましたから、おかしいですよ。向井島どこがですか、髪型だけですよ。乾杯で行ったとこやというのがありまして、はい、それで、なるほど、そういう接続が。なんか、早すぎますけど、まあね、次から、今はちょっと、独演会やっておりますんで ね、もう頭がぐるぐる回ってくるぐるぐる回ってるね。師匠がだいぶ早くなってます。私あの食手つべた三遊亭トムと田口真理と MBS アナウンサー福島信弘がお送りいたします。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。もちろん番組の感想や日常あった出来事なども送ってください。メールはヤンタンアットマーク MBS1179.com ヤンタンアットマーク MBS1179.com です。またこの番組はインターネットでも配信しております。 MBS のホームページからどうぞ。アドレスは MBS1179.com です。いやいや、昨日はまあ遅までね、はい、ちょっと打ち上げしておりまして、はい、マリリンが、はい、大阪から京都に帰ったんで、俺ちょうどね、俺ホテルがあるんでね、はい、もう泊まってないんで、そこへこれ泊まっとき、まあ、何も使ってないんで、ね、ご自宅にお帰りになるからで、ね、はい、泊まっとき言ったろうかな思ったんだけども、はい、まあ、それでもおかしいわな、まあ、確かにホテルの鍵を渡すところを誰かが見てたらあれあそれやっぱりふぐちゃん今見たってなりますね。なりますね。いやいや、まあ、怪しまれちゃう、まあ、それはそんなんなかったもんやね、はい、ええ、マリリンが寝た雰囲気のところでやで、俺朝が入って行ってやで、はいはい、それでそれうちのやつと一緒に行ってやで、はいはい、女の人寝てるやんみたいになったから、いやそれはもう相当偉いことですよ、ね、それはもうこっちも偉いこと思ってますよ、なんかどうしようどうしよう、この状況どうしよ う、もう男やったらええのかもから、でも男に貸すな家、まあ、そうや、ね、それはそれで怒られますもんね、なんであんなやつに貸したんだもんね、いやなんで、それ何で怒られるいやまあまあでもまあ先ほども言いましたように、はい、まあね、言うたら舞台でいろいろ喋るから、その時に向島の話が出て、はいはい、うん、その時に家族に、はい、あ、向井姉妹か家族に乾杯の話が出たんやけど、はい、ちょっと逃走してる受刑者に似てるということで、なんかパーン飛んでもて、はい、バッと家族に乾杯の話が出ましたね。僕が本番前にちょっとその落語会のお客さんがずっと僕のこと見てて、ね、なんか誰かに似てるって分かったんだよっつって、うん、今逃走してるやつだよって言って、それで失礼なこと言わないでくださいってちょっと怒ってたんですよ僕は。それを今師匠に言ったら、師匠が家族に乾杯とつながって、繋がっちゃったんですね。いや、お前それには似てない、ね、あ、よかった、それはそれ全然似てない、はい、それは似てない、はい、元を立てればもっと違うのに似てるって言ってましたね。いやいや、まあまあそれもひどいですよ、もうそれも一瞬だけやけどね、はい、あれね、ひどいんだ、髪の毛かな、うん、髪の毛ですよね。髪の毛は確かに、もともとずっとそんな頭がされてるから、まあでもね、とにかく評判はいいよ本当に。トムさんの、トムの、あ、本当、ありがとう、それはありがとうございます。昨日もだっていない場所で鶴瓶さん褒めてらっしゃいました。いや本当にトムはいいやつだ、トムはいいやつだ、昨日おっしゃってました。いやいや、それはね、はい、福ちゃんがいてるから、福ちゃんからなんかそういうことを分かる、言い伝わるやろと思って。いやいやいや、今バラしちゃうんですよ。いやいやいや、ありがとうございます。いや嬉しい、いや大丈夫ですか、打ち上げで喧嘩したりとか結構やらかしてる。まあ全然大丈夫ですよ、ね、何なんですか。昨日はもう非常に非常識な、はい、淀川がいてました。あら、淀川さんいらっしゃったんですか。淀川はもう何をしても変わらない ね、そこが素敵ですよね。素敵ですね。本当に素敵と思う。迷惑かかりますけど、それ何遍も言うてるでしょ、はい、あいつが来たら迷惑かかるけど、もうほっといたってくださいって言って。あ、よかったですね。淀川さんお元気で。いや、それで昨日鶴瓶さんの鶴瓶話見に行かせてもらって、まあ、席に座ろうと思ったら、本当一番後ろのとこからマリリンって大きい声が聞こえて、どっかで聞いた声だなと思ったら淀川さんやったから、ちょっと淀川さん声が大きいです、マリリン元気かってっちゃおかしなってんだ、迷惑か、迷惑の宮であんなプロディホールで、そう、一番後ろから後ろから叫ばはるから、もう木村がね、まあ大体今回は中心になってる。あ、そうですね、まあ、まあ、あんまり言えます、ね、あ、言うてんか、もうね、木村が中心になってるんですけども、はい、あ、木村というのは高校の連れですけどね、はい、でそいつは島根の方で、なんていうか、なんていうか、介護のなんかの
体育の先生の教員かなんか教員の免許か取ってで僕は雇ったよね、リハビリの何か授業をするっておっしゃいましたね、うん、雇って、はいはいはい、それ雇ったんですけど13年を追ってなかったもんですから、はい、13年ぶりに追ったというのを昨日舞台で聞いたら淀川が、はい、お前13年何やりかしやらかしたんやマーちゃんにってもうやらかした前提やらかした前提やらかして13年も俺はせいぜい1年ぐらいで持ってるけど13年って何したんだって相当長いね、逆に何で許してもらえたんだっていうのをすごく仕事や仕事で言っとってもう基本的には何かしくじって会えなくなるみたいな島根で受刑者みたいになってたと思っ て, ってたやろな、はい、ひどい話ですねものすごい笑っとったわ木村お前あんな言われたよ13年何やらかしたよだいぶやらかしましたね13年ですよ、ね、13年は長いですよ大概やらかしたよ、ね、ですよお母さん言うのは1年ぐらいですけどね、はい、いやもう分かったよあいつはねあごめんなさいねラジオ機能ない淀川という本当にちょいちょい出てくるワードがあるんですけどそいつがもう本当に常識ないんですけども、はい、まあまああることでもう切りました切ったけどまあもうしゃあないわとなんでもっぺんよりを戻して、はい、よりを戻してよりを戻してやったそうだったんですか、はいはいはい、戻したんですけども、はいはい、全然変わらんと、はい、全く変わらんそこがええやろいやまあそうですねもう全然もう変わらないとあんな人おんの全然変わらん全く変わってはるんですよ安定してるってすごいですねそうやね、はい、なんか逆にこう芸人やったら無理ですねあれは絶対で淀川さん高あの大学時代の同級生でそうそうそう高校時代のこと知らないんです知らないのに、はい、木村さんがその高校時代の鶴瓶さんの写真とか見せてこれ俺やとかって言ってもいやお前ちゃうやろってずっと言うんですよいや知らないじゃん初めて今日見たでしょっていうすごいですよ、ね、その辺の詰め方がやっぱりこれ超やろって言ってましたね言ってましたねいやいやそれももっと詳しく言うと木村にもやだかしてますからね淀川はでそんな親しくないんですよ高校の同級生大学2回目ぐらいですそれでやらかしてんですね2回目ぐらいですよあいつあそうなんですかそれは俺ある意味素晴らしいな思って昨日も何目も見たこいつほんま変わらないな素晴らしいなと思ってあもう一周したんですね、うんうん、いやだから高校の同級生やったらあいつはもういないでしょうね、うん誰かに抹殺されてあなるほどあそこで優秀な高校の優秀なあそこではもう生きていけない人でしょうね、うん、本当に大学の同級生だからそう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 、うんうん、でもやっぱり腐れ縁というか同級生、ねうん、腐れ縁ですかね、うん、まあトムはあの東京の鶴瓶話に来てくれて、はい、そして、まあ、2人はまたね大阪の沖縄に来てくれました、はい、ありがとうございました本当に本当に、うん、最高でしょ僕も初日ね、うん、まあやっぱりでも東京と大阪はもう全然違いますね、うん、あのやっぱ大阪って普通 ね、はい、いやもう東京も良かったんですよ、はい、ただあの普通東京と大阪違うってあのよくミュージシャンが言いますやん、うん、はいはいよくありますね、うんやっぱり違うね。俺今回初めて思った。うん。いや、何が違うんですかね、うん、具体的に。もうね、始まる前のライブ始まると、俺ただの喋りやで。はい、それでうわー手拍子で更新みたいなガン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 だからみんなが楽しもうとあそうそうそうそれはすごくあると思う、うん、そうそう、うん、でもこっち入ってきょんねん喋ってきょんねんあおしっこ行っておしっこ行ってくるわ言うてねそんなねライブの途中でねいや出てる人間にねいちいちね、はい、おしっこ行ってくる隣の人とかじゃないんですよねおしっこ行くでやって行くでええけど、はい、言うていくなよ出演者あれ女の人やであれそうです、ね、結構若い感じでしたよねそう若いだね、おしっこ行ってくれたお父さんやないねんからねその距離感なんやねんいやでもすごいですねあほんで帰ってきて鶴瓶さんも大丈夫やったかっていう間に合ったかって聞いて気遣い間に合った言ってたわでトイレの中でも聞こえたって言って座るっていうすごい聞こえてたねみたいな緊張感がないですね緊張感緊張感ないけどなんかそれがもう全体を包むっていう感じやからね大阪って見てる人たちは嬉しいと思いますそのなんか親近感というか あそこに壁がないような感じがあんなんね、あんなんはまあ自分で言うのおかしいけどあんなん他のライブにはないやろないと思います話しかけるの、まあ、小さいライブやったら別けどねそうです1000人クラスで1000人クラスでねマイクもつけんとね普通声出ないですけどねそうですね緊張して1000人前のすごいやんお前声出えへんやろいや僕絶対出せないですそんなだって1000人なんかいたらもうすぐ緊張しちゃいますから見られるってお腹痛くなってお腹痛いますよ本当に絶対プレッシャーで眠くなる眠くなったりとかいやあのやっぱり、うん、でも東京はだから確かにちょっとなんか
僕もまあ初日も見に行きましたけど、やっぱりちょっと車に構えてるとこう、なんかゆっくりゆっくり自分をでだんだん燃えてくるという感じだね。そうですそうです。なんか僕も見に行った時やっぱりあのお客さんの中でこうご夫婦でいらっしゃってて、多分旦那さんがもう師匠のファンで、で奥さんは初めて来たんでしょうね。でこう師匠の喋りをだんだんあれしてすごい面白いのに、最初はちょっとこれがずっと続くのみたいな、わざとこう面白いのにちょっとなんか自分の笑ってることが恥ずかしいみたいな。でもだんだんもうもうどんどん落語屋まで来てはるからね、東京の人も。あのトーク絶対受けますもんね。落語屋まで来てはるね、ほんまに。いや、未だに似てますからね、落語屋まで。僕の後輩の玉巻アナも、あ、そうやな、あ、落語じゃないんですねって言ってました。身内でもそういう風に思うってことは、はい、こんな近くにいたんだと思って、うん、冗談だと思ってた。言うといたれや、ちゃんと言うたれ。知ってるもんだと。だってポスそれこそ鶴瓶さんもそうや、あんなポスターで落語なわけがない。なんというかね、ああいうのなんていうんですか、うん、いうこう女性的な服装をした。ないないのあれ、女装じゃない、女装じゃない、女装じゃないわかるから俺。ね、なんとか言いますね、アメリカのドラッグクイーン。ドラッグクイーンもね、まあまあ、まあ、この世界入ってるから分かるけど、あんま知らん。そんな時代に俺は一緒に、俺の時はね、まあ、言うて悪いけど、ただのオカマでしたからね。まあ、ピーコさん、おすぎさん。そうそう、うん、ピーコさん、おすぎさんの、はい、あの、あんなんですよね。あんなんから、まあまあ、言うた新人のリリアンとかね。あんなんですよ。で、まあ、ステージ出る時は穴隠しよったけども、そういうの全然そんな、あんな派手な感じのっていてない。東京だったら秀郎さんから始まったんですか。秀郎かな。いや、もっと前にいますよ。今でももういっぱい、まあ、ミッキーですよ、まあ、向こうはミッキー言ってね、まあまあ、オカマのミッキーで有名やったんですけどね、あの四谷にミッキーマウスって言ってミッキーハウスってあったんですけど、ミッキーおさん言ってね、まあ、なかなか有名な人がいて、ミッキーとかそれからリリアンとかみんな連れですわね。今のあのマンデーっていうとこあるんですけどね、マンデーってマンデーいう人がやってるんですけど、あの時代ですよ僕らは。でその前、もうちょっと上、うちらの師匠のあたりはまた違う、有名なもの、今度は綺麗な人ですよね。もうほんと上品な綺麗な人がいてるんですよね。あまりにも綺麗すぎて、あの顔切られたいう人いてるんですよ。嫉妬かなんかで、ね、嫉妬で怖い、怖い、怖い。その後に松山行かはって、うちの親さんも知り合いですけどね、それ、僕も可愛がってもらいましたけど、その当時はすごくよかったですね、そういうとこあったら、もうそんな綺麗すぎてね。いや、要はあるやんか、あまりにも人気がありすぎて、言うたら俳優とかあんなも顔切られたり、美空ひばりさんとかもね、かけられたりとかありますけど、そういうのがあった、そう、そういうのがあったんですよ。お前なんで小窓にしまいです。なんか今出てきたのが小窓島です、まあ、代表でね、姉妹間違えたって よく出られて小窓島、また最近よく出られて、あの僕ザタッチが仲いいんで、なんか小窓島が近いんですよ。なんか小窓島なんですけど、ザタッチなんですか。ザタッチ双子と仲いいので、なんかあいつがいつも小窓島って間に双子いないんですか。いや、いるんですけど、あの工藤兄弟さんとかなんかいろいろいるんですけど、こう双子の知識が結構入ってくるんで、情報として双子情報。小窓島はもう双子のね、はい、まあ、もう今女帝王様みたいな、おすぎとピーコさんと小窓島ですね。でなんかその切られたというか、なんかそういう事件といえば小窓姉妹っていう、勝手にすみません、僕もちょっと全然違う話ですけど、はい、あれ杉浦太陽 の、はい、あの奥さん辻のぞみさん、はい、目おかしない。いや、もともと大きいからね。だからね。あとはカメラが今ほら。違う、目を。俺プリクラの顔みたいになってるやんか、どんな。カメラがいいから今。いらっしゃいますよ、だから。あんな顔。いや、辻さんは。いや、ごめんなさい。あ、でも、お顔が小さいから、目が。ものすごい、いや、おかしい。あれ、何したんの、あれ。今だからそれこそメイクの、いや、ついでに出ても俺言うたる、はい、でも太陽言わへんのか、あれでおかしい。あの子もともと綺麗な顔ですから、そうですね、だからミニモニがどんどん、はい、一番ミニモニで一番確かに、まあ、ね、踏ん張ってなあかん人が、ね、そうですね、かごちゃんとか矢口とかはね、あんなことになってもだけども、もう一人ハワイにお帰りになりましたしね、そうですね、かごちゃん、いや、ミカさん、ミカさんかハワイにお帰りハワイ出身の方がいましたってね、一人ね、ハワイか、そう、今ハワイにお住まいなんでかって帰りがあった、なんかどこ、あの普通にハワイ出身かなんかハーフの方地元に帰られて、地元に帰られて、それは別に地元に帰って、今芸能界に踏ん張ってるのは確かに辻さんブログの女王ですから、そうやね、ブログの女王なの、見てます見てます、もうちょいちょい炎上するんです。
ですけど、そのブログ なんでやろ、なんかやりすぎだとか、もう何書いても炎上するみたいになっちゃって、いやでも名をおかしいやん、いやいや、あれもプリクラの顔である人あるんだよ、確かに、いや確かに今あのプリクラの顔っていうのはプリクラみたいに可愛い、俺パッと見てね、あんな綺麗かったのに、何やこの顔は、いや今も綺麗、今も綺麗よ、綺麗けど、太陽言わへんのかな、お前ちょっとそれ、いやもうでも毎日のことだから分かんなくなったんじゃないですか、やっぱ人って、いや分かんなくなった、おかしいのを今認めましたね、いやおかしくはない、おかしくはないですけど、いやいや、おかしくね、あいつ綺麗ねんもん、例えば太った人でも毎日会ってたら、その、あの太ったことに気づかない時があるじゃないですか、確かにね、でなんか久々に会ったら、あれなんか久々に会った人だと太ったとか言って、うん、ね、言いますけど、辻ちゃんもだから毎日見てると、ね、多分見てるから奥さんの太陽がね、はい、なんでもしかしたら、いやでも今結構それこそもうあんな流行ってんの、いやいや流行って、じゃだから、うん、まあ、ちょっと飛んでしもたけども、はい、あのドラゴン、ドラゴンクイーン、そっから来たらクイーンが流行った時代があって、はい、今あんな目の濃いやん、今なんかプリクラだって、いや我々でもそのプリクラの目がおかしいと思ってるんですよ、なんか、うん、僕らが撮ってた頃のプリクラと違ったら、もうなんかみんな目が、もうみんなおかしくなる、あれが何がいいんだろうっていう、うん、分からへんやんか、うん、俺もあれなんの、いやなりますよ、撮ったらなる、あ、なるかな、一緒にプリクラ撮りましょうよ、いや、ね、一緒プリクラ撮ったら多分なんならスマホでできんじゃないですか、今時ね、できんの、師匠の目だいぶ変わると思います、あのほら、あのうさぎとかになるスノーだったら目、目そんな感じになります、やってくれ、いっぺんちょっと、ちょっとやってみますか、今吉祥さんが、レイカさんが、レイカちょっとやってくれ、レイカちゃん持ってる、今時の子だから、今時の子ってんじゃないですか、いやレイカは今時の子ですけど、ちょっとさ、はい、あのまあ落ち着いてる子ですか、ね、いや、そうか、スノーやってるイメージがないもん、レイカちゃん、レイカやってる、そういう子もやってんじゃないですか、今時撮ってはいるんじゃないですか、スノーやってんの、レイカスノーやってないんですけど、いやいや、やってる、絶対やってる、持ってるから、持ってるから、みんな持ってるんだ、一応持ってるもんだ、でももうごめんな、やってないのにスノーやらせて、いやいや、目を見せたい、でもなんで持ってるの、あのちょっと遊びで、遊びで、じゃあやってんじゃん、メガネって外さった方がいいんかな、あ、メガネ取った方がはっきり出るんですかね、本当に入れてるだけ、ね、入れてるだけなんだ、どれだっけ、これでいける、わっ、あ、なってるなってる、なってますわ、あとマリンちょっと焼けてるな、うん、目が、あれ目は、目はあんま変わんないですね、これは、やかましい、そういうのじゃない、そういうのじゃない、変わるやつを、やつやつ、なんとか変わるやつを、なあ今の最新技術で、なあなんとか言うたやんけん、お前らがやれる言うたやんか、責任持ってね、なあ、いや、レイカどないなってんねん、誰一人として使ってる人がいないって、このうん、レイカ使ってないんか、あ、それじゃない、そのことはあるんですけど、このなんかキラッとしたじゃないですか、違います、はい、いや、ごめんなさいね、ラジオ沖縄さん、後であのあれにあげますから、あ、なってるなってるなってる、後であのあれにあげます、後であれにあげます、後であれに、なってるなってるはずやけど、なってるこれ、師匠ならない、え、師匠反応しないですか、てる 目と認識してるんです、一応目が黒くなってます、ラジオ木南さん申し訳ございません、今あの師匠の目を目と認識、小顔認識、小顔にはなってますね、これもともと小顔や、そうですね、だからそんなに変化がない、あれより、あれもうスノーで変化しないのことあるの、辻ちゃんみたいな目にしてくれやん、うさぎで口動かしたらなんか動くやつみたいな、ついちゃんみたいな目にしてくれ、今理想はついちゃんみたいになりたいね、ついちゃんにしたいから、ついちゃんみたいな目や、頼むわ、いや、これだって、あれそれじゃなくて、トムさんなってるもん、あれトムさんはなってる、トムはなってる、トムさんはなってる、なんで師匠ならないの、トムさんなってるなってる、俺やれやん、いやいや師匠、いやいや一応ちょっと今なんで僕もなんかったんですけど、あれあれ目を大きくするのどれだろう、師匠目として反応してないんですか、してあげカシャって何をしてんねん、レイが、いや、なってますよね、え、トムさんなってると思うんですけど、トムさんはやった、僕なった、トムさんもう一回、ついちゃんみたいな目にあれ、鼻さえも反応しこれしょ、もうちょっと近くでやるもいいでしょ、ああ、多分アップでやれば反応するんだ、ラジオキノンさん今ちょっとあの喋っとけや、あ、かわいい、かわいい、鶴瓶さんの目をですね、辻ちゃんみたいにスノーでできるかという、辻ちゃんみたいにってのもおかしいでしょ、かわいいけど目が変わらない、全然変わらない、あれ全然普通、あれ師匠の目変わらんとヒゲだけ変えたらダメだよ、ただ可愛いだけ、あれだってなんかウサギみたいなのつくんじゃ、だから目が大きくなるんついてるけど目ついてへんやんね、目はついてるはず、あれ設定の問題、ね、LINE とかではできる、俺には一生ついちゃうみたいな目にならない、いやいやいや、いやいや、そんなことないはずです、トムさん、あれできる、俺電波ないからできないか、
もういいです、もういいです、もういいですよ。かわいい、かわいい写真を撮りました。ラジオでそんなこと言うてられへん、ほんまに、もういいです。師匠プリクラ撮りましょう、プリクラ今度。もういい、一緒にプリクラ。そうそう、プリクラ撮りましょう。師匠プリクラ撮ったらダメ。本命の木梨さんがゲストに出てた放送を見ました。ほんまに木梨さんってサプライズが好きというか、むちゃくちゃですよね、むちゃくちゃですよね。テレビの規制っていろいろあると思いますが、笑っとすがすが時間を提供してくれるテレビが私は大好きです。ラジオにこんなメールを送ってすいません、でも笑えるって本当に幸せだなと思いました。つよさん、これからも笑える番組をしてくださいと。あいつむちゃくちゃしよるからね。むちゃくちゃされたんですか。ニュースにもなってましたね。ニュースになってました。キナさんがいじられて、そうそう、俺のね、はい、俺がなんか前立腺がどうのこうの言ったら、はい、押してギューってね、はい、おしっこさせようとするみたいな。放送中に、放送中に、放送以外ニュースなんないでしょ。放送中だから。だってそのいやいや、もうどんなんギリギリ大丈夫なんやろ。大丈夫なところやったんですか。ギリギリ大丈夫。俺と木梨やったら大丈夫。大丈夫か。うちの息子が、新平が第一志望の京都大学に合格。すごい、すごいですね。これも、念願の鶴瓶さんと同じく NHK のテレビのインタビューに出ました。おー、すごい。まあ、だから合格したという。4月の20日、鶴瓶話、息子と一緒に寄せていただける。あ、そうですか。これ4月20日東京ですかね。いや今日やんか。あ、今日、あ、ごめんなさい、言ってんねん。ごめんなさい、いや、ちょっとごめんなさい、20日を8日と間違えました。うわー、おかしいや。うわ、ちょっとごめんなさい、20日と8日を間違えました。もう沖縄混んで、いやいや、お願いします、そこはちょっとお願いします。沖縄収録、これをこの間違いでちょっと沖縄収録、沖縄収録が実は決まりましたので、ものすごい楽しみにしてるんですから、僕もう。もう本当に本当にいけない八方君の分まで僕があの頑張ってやります。ちょっと八方君ちょいちょい出してくれ。違う、八方君が行きたいから行かしたろうかなと思ってたんですけどね。はい、あ、リスナーの皆さんは多分わけわかんないですね。八方君という人がいましてね、はい、もう僕らの友達で、友達やわ、ほら。びっくりした、今友達のジャンルなのかと思って。僕の同期の芸人で、はい、この番組の2回ぐらい、あれ1回出たんですね、ゲストの発泡スチロールをやる、そうでしたね。はい、これからでも世界に羽ばたくでしょうね、あの子は。そうですか。もうね、いや、すみません、だからもうさっき話戻っちゃいますけど、師匠のね会でもあの2人で、同期2人で、ちょっと小競り合いをしまして。どんな小競り合い。いや、じゃあ元、いやいや、だから言うたらこれね、元を正せば、うん、小坂大魔王さん、ピコ太郎プロデュース、小坂大魔王さんの結婚式とこから話がね、はい、繋がる。あの小坂大魔王さんの結婚式に行きまして、さだまさしさんがゲストで来てね、すごいな。で、関白宣言を歌ってくださった、小坂さんと奥さんのために、もうすごい、あとコスモスも歌ってくださった、で、関白宣言のセリフの中で、あの、決して浮気はしないってものすごい強く言って、多分しないのみたいな、ありますね、っていう、まあボケじゃないですけど、そこをこうみんな笑うじゃないですか、はい、それを後でそのか、あの、さだまさしさんが出た後に、あの、八方君と喋ったら、ね、さだまさしさん歌詞間違えたよね、え、え、歌詞忘れちゃったのかな、あれは？な、何の話って、いや、ほら、なんかあの急にゴニョゴニョって言ったね、わかんなくなっちゃったんだよねって、こいつマジでお笑いのセンス、いや、あの切るのはうまい、そのそういうね、手先は切るんですけど、本当にお笑いのセンスがないなと思ってたんです。同期は同期ですけど、腹立つわと思ってたんですね。その後に鶴瓶師匠のその鶴瓶話見て、なんか勉強しに行きましたみたいなね、こと言って、まあお笑いの勉強しに来たのはいいと思うんですね。正しいですよ。で、あので、今回のテーマがアホになる、ね、アホになる、そうそうそう、で、八方君はやっぱ僕もアホになんなきゃいけないなと思うんですよとか言ってたんですよ、打ち上げで、僕からしたら、いや、お前アホだから十分っていうとこから始まってて、それでその時に、あの、まだ八方君いつも持ってるんですよね、八方シロール買ったんです、その八方シロールの紙切りをやるために、はいはい、で、それを持ってきて、で、師匠がじゃあちょっと切ったらええやんみたいな、あ、いいんですかって言って切り始めたんですよね、はい、で、結構でもいつもやっぱ来てる結構あの関係者の方とかばっかりだったんで、基本的にそれを見たことある人ばっかりだったんですよ。そしたら、なんかその切ってる間のトークは僕 2,3 週しか持ってないから、多分言うことがなくなったのが、急に僕に向かって、じゃあこの間トムが謎かけでつなぎますとか言って、はぁ、そんなことをずっと言うけど、ごめんなさいね、この話で、同期で初めてなんです、そんなこと、謎かけなんて振られたこと。
でもそれで元々はその小坂さんの結婚式の時に実は小坂大魔王さんから僕急に謎かけ振られたんです。だけどちゃんとそれは小坂さんがうまく処理してくれて笑いになって、うん、それをなんか勝手にやろう、なんか自分でできるみたいのに急に謎かけ振ってて困るじゃん。でしかもそんなもう身内ばっかりのとこで謎かけやらされて変な空気になるじゃないですか、はい、でなんか処理してくれるのかなと思ったらできましたって言って自分のやつをかあのズン飯尾さんがいたんでズンの飯尾さんの顔やって盛り上げてて、で僕腹が立ってその後に僕においなんだ今のなんで謎かけ振ったんだ、いやまだ友が繋ぎますだったら他に謎かけ以外のねやることだったけどなんで謎かけ限定なんだってとこからうるせえなこいつ友は謎かけが好きなのかと思ったからみたいな、なんか歌いでこう小銭合いを師匠と打ち上げの前に打ち上げちまい喧嘩そこにやっとん喧嘩しとんそれ信じられない そしたら変な風に派生しちゃってA スタジオのスタッフさんも来てた人がなんかその小競り合いを見かねて僕に向かって、はい、いやトムさんの謎かけも素敵でした、いやそういうことじゃないそういうことじゃない、そんなことはやめてくれて自分がすごい小さいやつになるっていうのででもで僕も結構酔っ払ってたからですよね、嫁に LINE で、うん、今日すごく嫌なことがあったって送ってて、かわいい何それ、嫁に深夜1時に何があったの大変どうしたのって、いや八方君が変なタイミングで謎かけ振って変な感じになったって言ったらはそんなことってなって、でもうもうまた怒られて心配したと、なんかよほどのことがあったんじゃないかと珍しいから、で次の日朝起きたらもう八方くんが電話って昨日なんかちょっとごめんねみたいな、なんかいやだったら昨日言えやっていう話をあのずるしようにそのずるをどうもラジオ聞かない無駄な時間を過ごさせていただいてどうでもいい、どうでもいい、どうでもいいこと、昨日の昨日のトムはええやつやのちょっと撤回されてるね、これはちょっと一回保留しましょう、検討、要検討です、こんなに公共電波使っていうことじゃなかったってことは私のイライラをちょっと聞いてください、はいはい、いやもうイライラという、はいはい、昨日のドア頭でね、やっぱりイライラするっていうのはイラッとするのがおもろいっていうのはね、言ってましたよ、はい、うん、やっぱそうでしょ、イラッとすることって考えたらちょっとおもろいんじゃないか、まあ、そうですね、だからさっきのトムさんのイラッとだった最初はちっちゃいイラッとだったのが、どんどん大きくなってと面白くなってくる、ね、昨日もそうなんですよ、昨日もイライラ、いやいや、あのこの前あったのは、はいはい、オープニング前にかかってる曲があるじゃないですか、はいね、はい、それをメイクの上田ちゃんにこれ誰歌ってんのって言ったらテープですよってね、分かっとれ、分かっとれテープ分かっとんねん、すごいですね、ね昨日ね、はい、うちの嫁と喋ってて、そのもう俺の車を運転してんねんね、はい、でもあまりにもちょっと運転の仕方が違うから危ないで、右あの自転車来てるでって、はい、それからあそこ向こうから車来てるかなって言ったら、もう乗せへんって切れない、乗せへんって俺の車や、俺ぐじぐじ言うならもう乗せへん、もうね免許返納しよう、66でね、なんで俺自分の車乗ってて免許返納せないか、免許返納せやわね、ね、それでひどい言われる、前立腺のあれいらんとかね、もう返納し、何でも返納か、何でも返してもういらないだろ、全部いらない、いるわそれは、いろんなもんいるわほんまに、イライラしたでしょ、ほんでね、その時にいやまあ免許取ったんがこいつが早かってね、27の時 で、うん、はい、で俺はもう取らんとこう思ってたんやけども40から取ったんよって言ったら、うん、また上田の姉ちゃんがどこで取ったの言うからね、うん、宮古島やって、大阪の宮古島の教習所があんねん、はい、みんな誰でも知ってん大阪やったら、はい、宮古島や言うたら沖縄のって言うたら、あのなとお前な殴るでって、なんで俺がな沖縄のね、俺だけ俺などこの人間沖縄のねわざわざ宮古島行ってなんか取らなあかんのかって、そこの教習所や宮古島の言うたら、はい、姉ちゃんがあほんな私と一緒やそれやったらこれはおかしいだね、それはおかしいやろ、それはおかしい、知ってんねやろと、はい、うん、自分なんかね、そこに同じとこ行ってるのにイラッとするで、はい、ほんまにイラッとすること多いですね、いやだから、うん、嫁ももうイラッとするわ、まあこれ言えないけどあんまりイラッとするから、ね、免許変更面白いですね、携帯電話がなくなったって今日言うとんねどこにあるか見てないって言うから、それやったらね、スマップの中井がもうスマップちゃうけど、うん、中井がね言うとった、ハサミ持ったらハサミはハサミはハサミさん、私の携帯電話はどこでしょう言うたら絶対あるよね、いつもそうしてんねんって、えほんで絶対見つかるよね、
俺も毎回やっと見つかったよな、ね、どういうハサミはハサミはハサミさん私の携帯電話とかハサミはハサミハサミさん私の財布はどこでしょうとかねなくしたものを言ったら見つかんねん、ほんで、ね、やってみるわ言ってハサミはハサミはハサミさんって言ってねやったんですよ やったん、はい、やるよってほんでずっとどっか探しに行きよったよ、ね、はい、うん、でまた帰ってきよったからあったかって言ったらいやいや便所行っててあのなハサミなんてなんで便所行くじゃん意味分かれせっかくそこまでやったのなんで便所行くねんねそれやったらそんな緊迫してないねんか、はい、でしばらくしてあったわ言うて先にねトイレ行ってトイレ行く前に見つけてくれ、うん、すぐ行動しながら信じられやで先にトイレ便所行ってたって、ね、トイレ優先トイレ優先携帯電話や携帯よりもトイレが大事だったうちの人は奥様ね心が広いというか変わってんで器が大きい、うん私のイラッとした話を聞いてください。この4月に入社してきた新入社員の A 君、まあイラッとするでしょうね。会議が10時からあったんですが寝坊して、しかもその連絡が LINE だったのです。 LINE だったのです、うんうんうん、私ともう一人の男性社員がいたのですが勝手にグループを作りそこに寝坊しましたすいませんと送ってきたんです、すいませんじゃなく、すみませんじゃなくすいませんと怒鳴ってやろうと思いましたが、最近はパワハラなどと言われてしまいますのでぐっとこらえました。これは怒っていいのに。こういう時は電話で一人ずつ状況を説明して、何時になりそうなまで言わないとダメよと説明しましたが一日ほんまに気分悪かったです。いや叱るのが悪だみたいな、やっぱちょっとおかしいですよね。それはないですよね、叱ったらいいねん。もう、そんなものはやっぱりね、スタンプで謝ってくるやつとか、スタンプ確かにうちの弟弟子なんですけど、まあ、あの師匠のとこにいた八甲ってやつなんですけども、あのね、そうね、お前もうやめてくれ師匠のとこにいた八甲言うのに急なお前すいません、もううちの師匠のところすいません、そうですやろ、はい、そうですね、俺とこ行ってた八甲、いやいや、行ってなかったよ、理解してもらおうと思って、俺はもうね、はい、俺はもうね、その前に分かったよ、その前にこいつ頭おかしいんだと思って今のね、まあ、名前ついてる勘兵衛もね、はい、もうおかしいからやめそうと思って、はい、いやいやいや、今いますから、いますから勘弁は全然しっかりしてますよ、しっかりして、何遍も俺は言うてんねんから、はい、それは、はい、こいつあかん思うから俺取れへんかったん、はいはい、ね、今もう八甲はもう自由にもううちの一門で羽ばたいておりますから、羽ばたいてるすぐ気抜くんですよね多分、うん、もう普段勘弁お前もな、あれや好楽のお兄さんとこ行けよ、いやいやいやうちはうちでまたちょっと違う大変さがあるからね、またちょっと再生工場みたいな、再生工場じゃないんですけど、はい、あのうち最後の取り入れじゃないんで、ね、うちでもう無理だったらもう無理だじゃないんですお前歓楽に帰るわな、歓楽、いやいや、もう名前もついちゃった、歓は残る、まあ、楽つる、お兄さんに言うたらやってくれると思うよ、しょうがないねって言って、そうそう、天の食い作って歓楽でしてくれる、いやいや、もう本当もういろいろやっと落ち着いたんですから、あの問題が本当に、はい、やっと落ち着いたかどうかなんですけど、まあ私がね、まあこれ先で、まあ、3日か4日後ですけど、僕がパーティーの司会もやることになりまして、ちょっと大変なんですよ、歓楽の、かなり、いや、うちの兄弟子の小野助さんの、小野助にもあるないからね、そうですね、はい、全く悪くない、ね、まあそう本当に、うん、まあでも結果が、ね、それでね、名前が少しこう出て話題になったんで、うん、俺も覚えたからね、小野助、そうですよね、そうです、そうそうそう、いやいや、人の、まあ、元の人の門下の名前を、うん、つけようとしはって怒られはったんですよね、まあ、いろいろありました、うん、いやでも、まあ、あの兄弟子も幸之助兄さんもすごくちゃんとしてますから、うん、6番目って僕なんですけど、僕あたりがちょっとおかしくなったってなんか周りには言われてるんですけど、プラスやろ、ほんまに、いやいや、そんなことない、僕あたりからちょっと様子がおかしくなったって幸楽一門はって言われて、そんなお前の下は誰やで、ラッコっていうですね。ラッコ、ラッコ、まあよう連れてくる子な、うん、はい、嘘ばっかりつく子なんですけど、他にあるでしょ、嘘ばっかり、もういい加減ですもん、だってなんか例えばそれこそ、あ、そうです、僕独演会の招待状を書いてて、で渋谷さんがわざわざ東京なんで来てくれるみたいな話をして、うん、別に何の肩気もなく普通に嬉しくて、そのラッコと宛名書きしてたら、あ、渋谷さん来てくれんだって言ったら、もうラッコがよかったですね、え、お前渋谷さん知ってんの、知らないですっていうような人なんですでそれはいい加減じゃないですか、いやいや、でもそれは俺は好きなやつやなまあそうです、師匠も嫌いじゃないと思う、どうせ俺もまあ、ラッコ、はい、何にも反応ないのが一番あかんやんか、はい、あ、そうですね、あれも俺舞台で言うてるけども、はい、この間の七代目の諸教ね、諸、はい、教が、ね、たまたま乗ったところに諸教の息子の
結婚相手のお父さんとおたわけやんか、はい、で一緒に写メ撮って送ったんやけど、はい、梨のつぶてやん普通なんか返事、はい、なんか返事あるやろ、はい、次会うまでお前なんか言えや言ってあ、すいませんでしたって言ったどんなや。いやだから結構だからやっぱりなんていうのもうちょっとはしゃいでほしいよね、うん、それはもうちょっとはしゃぎすぎかも分からない、まあ、いやでも分かりますでもなそれぐらいな、まあ、お前も大体そういうとこあるいや僕もそういうとこあって、まあ、それはなんか似てるでもやっぱり弟子の中ではやっぱりもう今の若い20代前半とかいますから、うん、なんかその LINE は既読したってなるんですよねその既に読んだ、うん、既読したってでそんだったら一応先輩で終わらすのは良くないと、うん、後輩で終わらしなさいって僕結構細かいとこ言ったら、うん、あのそいつそれからあの読ましいや意味わからないだから例えばあの先輩で終わらしたじゃあ鶴瓶師匠が例えばじゃあ、うん、あの明日何時に、はい、であの分かりましたって言って、はいはい、でよろしくって言ったらもうその後僕が返信して終わらないと、ね、なるほどなるほどね、はい、ありがとうございましたぐらい、ね、とかよろしくお願いします、はい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 、よろしくお願いします後輩が、はい、あの最後もうそんな時代になってんねんな俺らそんな電話せえや電話せよいやいやいやそれはちょっと何や毒とか、はいはい、いや電話せしゃべれなんで声出せ、はい、声出せあれおかしいそうちゃうんかしいなんでや何やお前話かどうかあれ話の状況変わったらあれおかしい電話するやろついでに叱られちゃった言葉で声出せしゃべれ申し訳ありませんでした何やねお前伝言ゲームやないねあいつのせいな IQ のせい IQ だ IQ 三遊亭 IQ のせいだ三遊亭 IQ がちゃんとしてないから俺も怒られた怒る時には言葉で言えっちゃうよな。いやまあありますね。そ, れそうやろ。ほんまそういうのは全然ダメですよね。この全部メールで来ちゃうっていう話でしょ。うん、LINE とかメールで。もう今全部そうですもんね。LINE、うん、番組録音して終わって、うん、次の日普通にロケしてたらディレクターからすいません番組のデータが全て飛びましたので消えましたのでもう一回録音させてくださいっていうの。誰が言うんだよ。そのディレクターがね。うん、でメールが来てメールかと思って。それこそ電話せと思いました、うん、そんな時代なんだと思ってやっぱ衝撃的でした、ね、あれは何やの嫌ですねそういうのツールが多くなってる分そういうことがちょっとごめんなさい僕はこの話するとなんかいつか怒られるんじゃないかともあれですけどでもなんか本当にちゃんとしてない人多いですよ今の若者ちょっと待って師匠なんかスイッチ入れるのやめてくださいトムさんそれ一番ちゃんと、はい、僕したあのちゃんとしてないとゆるちゃんとしてる方なんです若い子にしては若い子にしては若ないやねん若い子にしてはいくつやねん30今年5です若い気持ち若い35位だもうそうです原服が15の時代だから死んどるわ死にはしない遡ったら死にはしないです遡ったら、はい、係長でした、はい、どうか係長もっと上行く人もいますよ、はいはいはい、お前の友達やが係長や他のやつやと社長なんだろまあそうですね35だったら社長もいますね、はい、似てるやないか、はい、ほんまにでもいい人なんですすごくいい人変わったありがとうやっぱり愛があるけどトムさんはいい人だからいつもありがとう僕は好きだからトムさんのこと LINE ありがとうね何どうしたん何テレビの感想三四郎と帰るぞいやいや見てくださいそれだけはそれだけはおかしいからおいトクちゃんおかしいよそれえらいこと言いよったなえらいこと言いよったなやだよもうトムさんの言葉がない今のはもうトムさんかな違う僕がね今多いっていうのはほらなんか一応あの流れ的にねそうですねちょっとごめんなさい寄りすぎたちょっとトムさんにちょっと寄りすぎたごめんなさいごめんなさい結婚している男性が奥さんのことを好きだと再確認する瞬間がネットに出ていましたお風呂にそっと着替えを準備を出してこれ もううち絶対そうですよ ね, いいですね睡眠の邪魔をしない嫌いな食材を使わず美味しい食事を作っておるまあそうですいびきの音にも怒らないでいてくれるまあ向こうしますからね、うんどんな小さなことでもワクワクしてるまあでもそれはうちはほんまそうですようち本当に、いやまあそのハサミもそうですけどハサミハサミってわかるでしょ、はいはい、とかあのそのパックでバーって言われたよ前帰ったらね、はい、家パックしてバーって言われたよそれを聞いたねあのビビる大きはね、はい、嘘だそれは絶対嘘ですよ師匠それ作ってるでしょ言うねんけど、はい、いや作ってないとなんで作らないよう作らんわそんな奥さんの中でありえない状況だったねそんなね作ってるでしょだから何年ですか結婚して45年作ってるでしょありえないと45年そんな可愛いことがあるわけないと いやいいですねいやいやもうまあだからそうなったんやろなうちはずっとなんか
まあ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 、まあ、前からそうやけど、でもそんなせえへんと。でもずっとなんか新婚っぽい感じのこうなんか二人でこうなんか楽しそうされてるのはすごい、うちら夫婦も目標です。ああそう、はい、目標です。それはまあまあわーってやったりしないんですか、その鶴瓶さんはご自身で。俺は俺下手やで、わー言ったら絶対びっくりせえもん向こう。あ、そうなんですか。時々する時もあんねんけども、はい、その時々するんですか。いやいや、というかこれびっくりさせたからもね。でもね、はい、ほんまになんかバーンこけたりしよったら悪い、かわいそうやな思うからやんか。それはそんなお前白い塗りして出てきたら殴るで俺誰や分かれへんかせやろ隠して、ね、どんビビるか。もう絶対嘘です。いや俺大体嘘の話ないやんか。そうですね、全部ほんまの話やし、うん、今回のあの松岡の話なんかあれ絶対ビビる来たら嘘や言うやん。そんなはずはないでもだから嘘やと思われるから木村出したんやん。あ、ほんま知ってるからね。説得力ありますね。そう思われた。確かに嘘やとかね、そんなんあったかあかんから木村出したんやん、うんうん、より一層それで説得力が増しますもんね、うん、木村さんもずっと真実やで、あれほんまなんやでって言われました。いやでも正直ありえないですけどね、すごいやっぱ淀川みたいなやつうろうろしてることもありえないやろ。そうですあんなもんなあんなんありえないやん。あれはもうほんま絶好してもええやつやからずっといてるともう分かんねん。だから言うてるやろ、うん、もうその打ち上げの会場まで変なこと言うかも分かりませんけど皆さんちょっと寛大にお願いいたします。何も言ってもそんなやつ取り扱い説明書をちゃんとしないとダメですからね。まあね、俺にとってはまあ別にもう長い付き合いから、うん、もういいってなもんよ、はい、で嫁も俺が許すと許してくれるからで、うん、いや僕も好きですけどね、うん、私も好きですけどね、淀川さん、なんかだからキャラクター面白いですよ。飽きないというか、いや見てたくはなりますね。やっぱね、いつもピチピチしてるやろあいつ。ピチピチ、いやいや動いてるピャーッと、なんか何回なんか動いてる、それとか時々暗い顔してはね、またあの木村に注目が当たってる時はもうなんかものすごい、確かにそうですね。なんとかこっちに関係なんですか、はいはい、こっちに持ってこよう持ってこようとしますもんね、うん、木村に注目当たってる時はうわーでも死んだ目してるからね。あ、じゃあ今回の鶴瓶話なんかもう大変だったんですか。嫉妬の塊ちゃん、うん、終わって2人が、あの会った瞬間を見てたんですよ。でそしたらあの豊川さんが大きい声でなんかすごいなお前主役やんけ、もう芸能人やんけって大きい声で言ったら木村さんが萌え萌えもうそれええかっていう現場を見てしまいました。また淀川さんやらかすってあの会場でそう言うたったらな、そうです、ね、木村もあれってなりますしね、お客さんがみんなね、それが分かれ、うん、それがもう全く分かれへんのよね。芸能人やんけ芸能人やんけいやいや木村のことで怒って俺もお前来るな言うたことあんねんで。ああそうそうそう、まあそんな淀川さんってあれだけど、はいはい、俺抜いてない時はものすごい偉そうにしとったからね、はい、読んでね、お前芝生堂言うて言うて泣きよった一回。ほんでこう泣いてパーンとなって、はい、おったらまたあれ変われへんやん、はい、全然そこがええやん。いや、うん、本当になんかそこは逆にええやん、心の強さがすごいよ ね、 そうですね。あと人間って変わらないんだなって人間らしいですよね、人間って。確かに人間臭いですね、人間ってのはね、人間は変われないっていう、変われない心理ですね、変わらないやろ、人間は変わらない、あんな変わらないやつだいな、はい、面白い、うん、でセクハラのことえらい怒ってんねんけどね、財務省のおっさんのこと言ってましたね、お前どんだけしてんねんとお前どんだけしてんねんな、うん、俺の知り合いの仲俺もしてるでと、うん、だけどねお前どんな、いやでもいいですね、なんか自分のこと棚にあげてせかれと思ってらっしゃる、もう思ってもしてないでしょうけど、こうまっすぐな気持ちなんじゃないですか、だから、はい、そうですね、はい、あのセクハラ事件が何遍もあったらもう俺も訴えられるんだからまあ、いやでも鶴瓶さんはなんかギリギリギリと言ったらあれですけどギリギリ直接的な表現はしませんからね、絶対にね、でもね IC レコード持ってらっしゃる、どういうことですか直接、直接的な、まあ、豊崎アナウンサー、豊崎アナウンサーが前に座った時に、はい、それじゃ あのいっぺん前つきましょうかって言うたんやけど、これはもう直接的だよまあ前つきましょう、ちょっとよく意味が分からないですからね、だからまあだからまあそんなに問題ない、まあ、そね、うん、前って何、まあ、って前本人の受け手側とあとウィットに飛んでるかですもんね、だからあの人がねやるかどうか、静かにしてはるからな、そうですね、そうですね、静かな女ですから、ね、結婚してんのもね、そうですね、あんな放送大丈夫なの、帰って
昨日遅かったの。あ、全然満足問題ないと言ってました。満足もなんかいろいろ満足問題ないです、はい、信号みたいな満足問題ないです、アナウンサーがこう噛むのっておもろいよね。ちょっとやめて、本当にやめてくださいよ。もうアナウンサーが噛むのを喜ぶの、アナウンス技術は優れてますけどね。やめなさい、たまに間違えちゃうよね。上ちゃんも噛み噛みやったもんね。上柳が、あ、そうなんですか。うまいやつがもう噛み噛みやったわ、この前も。これなんでそないかもね。緊張ですか。ベテランでものすごく、もうそれは有名でうまいね。そやけど、もうあの、なんていうか食卓になりましたからね。あ、日本放送からその途端に噛み噛みになって。ちょっとこう心に余裕ができるんですかね、やっぱそこはね。緊張感もある。鶴瓶さん、皆さんこんばんは。福島アナが好きで火水木のラジオを楽しみに聞いています。もう終わっちゃったんですけどね。いましたが、うん、野球が始まり福島アナのラジオがなくなりました、うん、今日はなんとなく過ごしましたが、夜に、鶴瓶さんのヤンタンに福島アナが出演されるので、これからこちらのヤンタンを楽しみに毎週聞きます。わあ、よかったです。もうこうちょっとでも番組に貢献できてるんだったら、もうすごいな。それでよかったです、うん、でもやってるやろ今ラジオは。はい、あの金曜日の深夜に1時間だけ50分ですけどもやっております。なんていうラジオ、どうぞお構いなくっていう番組をやっておりまして。はい、構いなくどうもうこんなタイトルつけなきゃよかった本当に。どうぞお構いなく、どうぞお構いなくっていう。それは福ちゃんがつけたの。まあ番組みんなで会議してね。あれタイトル自分つけた。あの新福島終わっちゃったんですけど、まあそれも会議して自分も含めてみんなで決めるんですやっぱね。でもう次の春にはあんのかな。今度の秋にうまくできたらいいなって。でもそれ最終回で言ってましたよね。秋にはやりたいみたいなこと聞いてたんですか。はい、私最終回聞いてました。言ってくださいよ。いや、何喜んでんの。気色悪い。気持ち悪いの。言ってんのお前ら。気色。だっていろんな人が、いろんな人が来てたから、自分も大阪だったらすぐ行けるのになと思いながら。言ってよだから。なんでそのちょっとなんかやんわり喋り方を変えるの。なんなんよお前ラジオ沖縄すいません。こいつらほんまにおかしいですよ。言ってよお前。沖縄で二人きりになったか。変なことはないですから。沖縄の夜砂糖キーバタケに隠れてそんなことしませんよ。わーっとか言って二人でやり合いして。そんなんじゃない。嫁にも言うたのちゃんと。嫁にも言いました。もういや嫁はもういいな楽しんでくればっていうふうにちゃんと言ってましたよ。なんか今はもう子供にかかりっきりでも子供子供でも今は本当に彼氏と子供がもう彼氏みたいになってるの。びっくりした。まだ彼氏と子供。そんな彼公認のやつやるのかと思います。本かけますよ。そしたらそんなとこ住んでたら違います。子供がもう彼氏みたいな感じになってるね。僕がもう居候みたいな。そこに彼氏はいないです。もう誤解できますよ。あの4人で暮らしてないですからね。いってらっしゃいって。だから行ってらっしゃいって。行ってらっしゃい。さあどうも行った後まだ彼氏が出てくる。出てきたか。出てきた。いやちょっと待って。そんな落語みたいな話ないですよ本当に。そんな魔男特殊魔男じゃない。魔男しかもずっといる感じになるじゃないですか。そんなことない。まだ、あ、もう一回誤解を解くために言いますよ。あのうちは家族3人で暮らしておりまして今仲良くね。仲いいんですね。ちょっと怒られてる。だけどお前もうあの大阪来てる完全に大阪にいてる時はもう分かれへんけど。確かにね、そこはもう信頼関係ですよ。ああそうか。もうお互いの本当にそこはいやいや本当にあのそうなんですよ。でも結構みんな周りの人が冗談で言うことも結構ねなんかうちの自分の父実の父親もまたこの間も余計なこと言ってうちに来たらなんかあ実の父親と奥さんはどういう関係。いや仲いいんですけど どういう関係っていうとなんか不思議な関係みたいな。いやいやあの普通にまあね普通のまあ親子っていうかね義理の父親ですけどだから、まあ、冗談が下手なんですよ。だからボケにならないボケみたいな。いやでも友は地方が多いから大変ですねみたいななんかその含みを持たせて そんな悪魔みたいな。そうつまんないことそれをなんかいやいやおいおいみたいな多分したいんでしょうけどその言い方がなんかちょっとお父さんそんなん言う人おれへん。そんなお父さん本当ですか。そんなお父さんそこは触れへんやんな冗談、まあ、普通はね冗談でもいかない。あおちゃうかお前どうも。いやそうなんですよ。だからそれで僕は、うん、あの何のリアクションもせずに何言ってんだみたいななんかこれをいやいやっていうのも腹が立つのでいや何言ってんだみたいなこと言ったらやっぱそれは娘自分の義理の嫁がいや娘が浮気するというギャグを言うてはるわけ。お父さんはいや僕が地方に行ってるから僕が浮気するみたいな。そう嫁のことは言わないですよ。はい、あそれやったらまだ分かるわな。まあね、はい、それでもあんまり言わないですよね。言わないとしても、うん、でもそれをやっぱりあの3日ぐらいに
あのお父さんさ言ってたけどさ、やっぱ地方で何そうやって浮気してんの。いやしてるわけないだろ何をしてるんですかって言って、でまあそれはでもいやいやあいつって言っちゃいけないです、うちの親父はもう下手なんだそういうのがって言った1週間後にたまた福岡にいたんですよ僕、八方君と二人で。それでしたらあのたまたま福岡でお世話になってる人とご飯食べた時に、その人がボケでその嫁も知ってるんで嫁に電話したら、トムちゃんね福岡で今羽伸ばしとうよっつって、もうね今日はうちに泊まる言うてるけど本当は泊まらへんからみたいなボケをまた、まあ、もうなんかややこしいな、それはそう、なんでそういうことを。俺もそんなんされた若い時、いやもうこれ今やから言えるけど、はい、そのもうまあ先輩と一緒に、まあ、しょっちゅうずっと行ってるやんか、はい、せやけどやっぱりもう子供もおるしちょっと早く帰ったらなんか思うから、はい、女のとこへ行く言うて帰ったよ。はははは、ああなるほどなるほど、それが早帰らしてくれんねん、はいはいはい、若い人 で、ね、ちょっと女のとこ行きますんで、はいはい、でパーッと早帰って、これたまたまセーフで普通そうな、まあ何も言わへんやけど、はいはい、言わんと帰るけど、はい、女のとこ行くって帰ったんや、はい、ほんだらうちの家に俺が帰った時やで、はい、帰ってんねんね今、はいはい、鶴瓶女のとこ行ってるで言うてうちの嫁に電話してきよったんや。俺そばにおんのよ。いやだからよかったですね、よかったよかったよかった、だから、それはあ、そうですか言うて切ったんやけど、はい、こんな電話あったよ言うて、それも下手やんか、だからボケなんですよね、だからボケなんですよ、冗談なんですね、今女のとこ行きよったで言うて電話あったんよね、それうちの嫁が取ってんねんけど俺はそばにおるわけ、横にいる、ね、まあやっぱりだからその冗談へ、もうちょっとまあ、そういうことしてもええけど、もうちょっとなんかしゃれたこと、確かにそうですね、本当ですね、なんかちゃんと笑いにしてくれないんですけど、うもうなんかこっちがもう言葉を失うような感じで下手くそに言うじゃないですか、言葉を失う、そんなん言うせ、そんなんやつは大体下手やね、下手なんですね、それじゃなくてももう今だから嫁に怒られてばっかりって、まあそれはあれじゃないですけど、やっぱりちょっとあの、とにかく子供がね今あのはいあの寝返りをこう打てるようになって、そしたらちょっと一瞬目を離した時にベッドから落ちちゃったんですよ子供、まあまあちょっと高さで、でもやっぱ子供ってうまくなんか背中から落ちないでなんか手をついたのかな、それでもうギャーって言って、で奥さんがダーって言って、でこう取り上げて大丈夫ってニカニカニカって笑ってたので、あ大丈夫だろうって言ったら、やっぱり嫁はもうあのちょっと心配だから脳神経科にみたいなと思ったんですけど、そこはやっぱりあの師匠になって、そこはもうこうちゃんとそこを優しく、そうだね一緒に行こうっていう風に言ったんですよ、師匠見習って、奥さんに優しく、奥さんに優しくで行ったらやっぱり何にもないんですよ ね、まあ、ねでその後は奥さんがひどいんです、それでだからもうキャッキャッと笑って、あ今日よかった大丈夫だったじゃんって言ったら、あのでも奥さんはやっぱりちょっと目を離してしまった瞬間にこんなことで私も反省みたいな、だからこっちも笑わせようと思って、いや大丈夫だってって言って、子供平気だよって言って、僕はずっと子供にギャグをなんか何を 1.5 リットルとか、それじゃあご機嫌斜めたとかをずっと子供に言ってたんですよ、そしたらすみません、もう一回言うと、何ですか、ギャグ、ギャグ、何を 1.5 リットル、それ子供、子供に言ってた、はい、それじゃあご機嫌斜めたっていう僕 の最新の渾身のやつを、そしたらでも子供がキャ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 って笑ってんの、笑ったんです、そしたら笑った、そしたらそしたらうちの目がやっぱり脳がおかしいと思って、病院に連れても本気でやってるから、いやちょっと待ってくれと、何言ってんですか、こんなもので笑わずくないっつってひどいですよ、芸人のと結婚しといてもう僕の上でやっぱり何を 1.5 リットル、それじゃあご機嫌7メーター、子供キャ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 、英才教育だ、出ましたけど、はい、嫁がもう必死すぎて、子供にもう夢中になりすぎて、もうちょっとかわいそう、面白い、僕初めてのメールを送ります。今日の朝ゾンビに追いかけられる夢で目が覚めました、うん、皆さん最近忘れられない夢は、忘れられない夢は、まあ、ドラマの時に早起きなあかんわけよ、はあ、ね、だから早起きなあかんと言うと、俺絶対起きて遅いからね、はい、まあ、目覚まし鳴らす前に、うん、俺が俺を起こしてる夢見たわ、え、うん、あって早起きて、もう怖い、もう疲れてらっしゃる、なんかそこつながじゃないですか、なんかすごいですね、俺が俺を起こしてる夢みたいな、すごいやろそれ、あんな見た初めてよ、起きて早早起きてって俺に言うてんの、ゆたりだす、ゆたりだす、それは起こしてる自分の視線なんですか、それか、いや分からない分からない、どっちも混ざっちゃうわけです、まあまあ、だから夢ってそんなもんやんか、フランス語喋ってる俺は俺なのかどうなのかになるやんか、うん、そうやで、半分
起きてたんじゃないですか。そうですね、起きてたよ、半分起きなあかん気持ちが。そうやろな、はあ、夢すごいです、ね、夢どんなの。私はほんまについこの間見たのは、うん、ずっとカニの足でお尻挟まれてる夢見ました。めっちゃでかいカニにめっちゃお尻のこの柔らかいお肉をカチッカチッって。よくそんな面白い夢見られますね。ほんまに僕もう思い出してもないよそんな。違うんですよ、ほんまでも起きたちょっとお尻痛い気がするんですよ。なんかなんかに挟んでたんじゃんか。いやわかんないんですよ、ね、誰かいいんじゃないですか、もう部屋に。いやいない、カニはいない。カニめっちゃでかいんですよ、ほんまめっちゃくちゃでかいカニがずっとお尻のお尻、お尻だけなの。お尻だけです、めっちゃ柔らかい部分。カチッ、めっちゃ柔らかい部分、硬い部分もあるんですか。そのどういうこと。なんかあるですか、お尻が一番柔らかい。赤なってんの、赤なって一番柔らかい。お尻狙って先端部分をスケベな感じが、スケベな感じ、両ハサミでこうやるんですか。スケベなカニじゃないです。え、毛も見なくて剃ってくれる。剃ってくれないです。それは言ってない。それは言ってない。でもその時とか起きた時一瞬やっぱパニックになるんですよ。なんかえ夢やんな、お尻大丈夫やんなとか。これはもう全然意味が違いますよ。カニのカニにお尻挟まれてて夢やんなって当たり前でしょ。わかんない時ありません、なんか夢起きてこれ夢？でもおかしな、俺の夢おかしやろそれ。まあ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 、浮遊してるってか、もう一人の自分は出てこないですね。もう聞いたことないですね。なんか常にやっぱ登場人物は自分だとして夢見てますね。自分の目線で見てる気がします。そっちはどっちやね、カニか自分がカニなのか。カニ側。カニ側なんですね。私は自分側です。自分が、ね、自分がですよ。だってめカニは誰やねん。カニ知らないです。君の名みたいにこう入れ替わって。カニとカニと入れ替わって。カニ目線ではなかったですよ。カニ目線じゃない。めっちゃ痛くて逃げ回るっていう夢ですから。逃げ回った。逃げ回った。何かに追われてる。なんか夢占いで追いかけられたり、なんかこう挟まれる夢何かっていうのも。挟まれる夢。夢占い出てこないでしょ。そんなカニなんて特殊すぎて。挟まれる夢は何やってん。なんか追いかけられるはなんか切羽詰まってるって書いてありました。かかんの分かった。夢じゃなくて確かにそう追いかけ回されたら調べなくてもそうだろうな。そら切羽詰まってるだろうな。この前上司と昼ご飯を食べていて盛り上がったのですが、変な癖、千鳥でいうところの癖がすごい。私の上司が、冷やし中華を作って食べるとき熱いはずなのにふうふうと息をかけて食べてしまう。まあ、わからないではないですね。私の癖は一人暮らしなんですけど、帰ってきたらただいまって言ってしまいます。これまあいいじゃないですか。でもね、帰らしですよね。あの知り合いで食べたらしゃくれるという癖の方は帰らしくやのね。この結婚して な, な, なんでしゃくれんねん。俺言うたもん、綺麗な子なんですね。綺麗な子なの。お前なんでしゃくれんねん言うたもん。お前食べやすいんですかね、その方が。それあかんでと、まあ、彼言ったんだけど、もうそれやめとけよ言うたもん、お前。なんでやろ。食べにくいですよね。食べにくいなんか食べたらしゃくれるし、わざわざ顎出してこう口の中で噛むんですね。でもトムさんもめっちゃ顎出しますよね。これもうだ気づいてないんですよ。なんかモノマネする、ね、モノマネするとき本当に、ね、なんかのタイミングでめっちゃ顎出す、ね、なんか八個のモノマネしてみ。いやちょっと待って、そういう意識するべきですけど。でも兄さんよろしくお願いします。あ、そうそうちょっと出てる。なんかこうなんか、ね、バカにしてるからって。バカにしてる時人の言葉で、八方君の時もってやる時もちょっと顎が出ちゃうので。八方君別に顎出てないですよ。出てない、全然出てない。声高いけど八方君の時はやっぱりなんかちょっと確かに人をバカにしたモノマネをする時なんか顎を出してしまうか。それで言われて気づいたんですけど、それ癖やんね。あとドヤ顔みたいなしてるとやっぱちょっと顎出てたりとか。あ、癖ってやっぱ癖自分では分かる。俺はだからなんか、うん、俺なってこう脇の下に手やるいうのよね、あのオセロの松島は。あ、俺なあ、まあやってるかもしれない。これでも師匠をモノマネする人やってますよね。あ、そう、あの鶴瓶師匠のモノマネやるときなんかちょっとこう、あの方たちってすごいとこ見てるじゃないですか、細かい癖みたいな、うん、俺なだから松島がそう言うよってん。あ、ほんであのマッサージあの行こう思って電話しといて行ったら、いらっしゃいませって全員に殺された。正解にせよ。それはちょっとバカにしてる。めちゃくちゃ面白いバカにしますね。でマッサージの人たち全員がいらっしゃいませって言ってんね。
鶴瓶話の時最初横に揺れるっていう指摘を昨日マリさんが横に、どういうことだよ。鶴瓶さんが最初みんなの前で話し始める時結構揺れはるんですよね。最初体を、ね、体を揺らしながらこうリズム作ってはるみたいな感じの、ね、うん、なんかそういうのあるんでしょうかね。あるんですかね。あるな、まあ、自分では意識ないね全然。でも結構最初ほんま最初の時はいつもしてはります。ほんでそっからずっと追ってきてとずっとそのまま入るという、ね、うん、なんかリズムなんですね、最初だけ。へえ、あ、そう。なんかちょっと見てみます、自分でね。自分で見てみます。帰り見るって帰り見るね。客室に備え付けてあるで、あ、私は客室の清掃は2人で、1組でやるんですが、お仕事ですね。そういうホテル、ラブホテルの清掃員としてアルバイトをしていた友人がいて、興味津々で当時の仕事の内容を聞きましたと、ね、土曜日が一番忙しいですと、夜がね、客室の清掃は2人1組でやる、まず、部屋に入ったら1人がトイレ、風呂掃除をしてもう一人が部屋を掃除する、その後お二人で一緒にベッドメイキングをする、客席に備え付けてある電動マッサージは使った形跡がある場合が、アルコールで消毒する。マッサージあるんでしょうね、電動マッサージね。肩が凝ります ね、肩が凝るからね、ね、小さく書いてあるやん、またマッサージって。またマッサージ、またマッサージ、また清掃員のおばちゃんに肩のマッサージをしてあげたこともあるそうです。なるほどね。清掃が終わってから客室が出るとき、少し、客室を出るときに、客室から出るときに少しドアを開けて誰もいないかを必ずと。ラブホテルってやっぱり、神秘的な場所だなと思いましたと。私は最近もう行ってません。ね、もう、まあ、だいぶちょっと年配なんでしょうね。いくつぐらいまで行くんでしょうね。僕はいつも行ってるそのなんていうか針屋さんね、ラブホテル。びっくりしたよ。今の流れ、僕がいつも行ってるラブホテルはの流れになるのかと思いました。僕がいつも行ってるあのなんてスタンプ集めてる竹村鍼灸院っていうところね、それはもうラブホテルとラブホテルの間なんです。もうだからいつもそれ9時ぐらいにそこ行って出てくるのが10時ぐらいでしょ、とか8時半頃から行って出てくる9時、ちょうどそんな時間ですよね。ちょうどギャーさん出てきはるわ。昔は恥ずかしがってはったの、今全然。ああそうですか、堂々と。ね、堂々と出てきはるね。ね、ラボ、でも今一人で泊まれたりもするんですよね。まあそう。まあ、女子会やったりとかね。あ、それは女子会めっちゃ多いですね。みたいですけどね。女子会ね。ラブホテルで。ラブホテル。ラブホテル。行ったことないわ。あ、そうですか。まあ、なんかでもそれこそあのプールついてるとことか。ああ、そんなないな、ね。だから昔ね、あのあれですよ、夜深夜放送やってて人間ドック、はい、人間ドックでもうホテルもったいないんか、普通の、まあ、お金もそんなにないし、だからでもまあ3時に終わって家帰るのも遠いから人間ドック行くのにちょうど京橋やったから、はい、京橋のあの人間ドックのところ、あ、天満か、天満の人間ドック見てもらうんで京橋の近くのラブホテルに、はい、うちの嫁と一緒に泊まったんですよ、はい、で2人とも人間ドック入るから、はい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 、でも長いこと行ってないそんなとこ、はい、でバッと入ったらなんていうの、ベッドがガー回るやつやと、もう今そんなあれやけど、へぇ、まあ、回るわって、で嫁が風呂入ってて、はい、で何かいのバンと押したらあのテレビがバーンとついたんですよ、うん、でこれ今撮影されてますというね、撮影でか、なんか、はい、カメラがついてて、カメラがついてて自動のそのさ、だ2人の営みを撮影する人がいてんねやろね。はあ、すごいな。でそれを回転することでまんべんなく見えるわけですか。まあまあ見てるっていうか、ずっと撮られてるわけ俺。なるほど。俺らでまだ分かれどこな、だからびっくりするやんか、と書いたんねん、こう説明したら今、とか思って、で嫁は風呂入ってるわけやんか、はい、ほんだら俺レイコーレイコーって呼んだんよ、はいね、はい、ほんだらレイコーにどらしたのって出てきてるわけや、ほんでこれお前撮影され向こう行っとけって、撮影されてるわってこれなんか言って、ほんでバスタオルを撮影してるこのなんかカメラがあったんで、はい、そこをバッとかけて、はいはい、でももうそこベッドのとこやから そうですね、それがパーンと照明が切れるまでもうそこ行かれへんわけやんか、
人間ドックの前日 前日に、はい、体に悪そうですねなんか、うん、うわえらいか どないして止めてもええか分からへんしね。それでまあまあ、止まったわけよ。でまあ消えて、ほんでもう寝よう言うて、はい、寝たらパンと再生になって、はい、再生、はい、取られてるやつの再生が、ね、だって実際はそれを取って見たいんですもんね。そうそうそう、はい、その人たちにとっては。ほんだら俺がねキョロ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 した顔してねで途中でねレーコーレーコー言うてんねドッキリドッキリドッキリですドッキリ。嫁は裸で登場してお前向こう行っとけ言うて、はい、最後に、はい、あのバスタオルをかけるまでのちょっとしたものがね、はい、今物語が面白いですよね。あのその当時 あのそういう裏ビデオで出回ってんじゃん出回ってんじゃん。これはほんまびっくりしたわ。恐ろしいですね。えそれってでもほんまにそれを使ってはる人がいるんだったら、うんうん、それをほんまに流されてる可能性もある。まあまあそれはあるやろな。それは昔のね、そういう、そういうなんてあるっていう。昔俺よく盗撮でラブホテル盗撮とかの V とかもっと規制が緩かったから結構多分本当にあったんちゃう。そんなそれ撮ったんないの。そんなあるわけないじゃないですかそんなあ, れ彼があるかもしれない感じが出てるのがおかしいおかしいけどね。ないないない。上からバーンと飛んでもうたりやな、ね、バーンバーンとやってなんだろそれ。なんだ何の音かな。そんなハードな。なんだろなんだろ。だいぶハードな。カンカンカンみたいな感じだよね。もう大変みたいなことですね。カンカンカンもないね。気をつけてくださいよ。取らせないでくださいよ。絶対ないです。絶対ないね。えもう今は誰もいたあれ誰もいてないねえ寂しい。でもラボに行くチャンスもありますもんね、うんうん、えいや彼氏とかとあまだね。まあ、でも今はもういないからね、はいはい、どんなコメントなんですかラボに行く可能性もありますからねいやいやい や, い や, いやすごいコメントです、ね、皆さん職場などで出されるお茶ってありますよねあれ全部飲み干してしまいますか。マナーとしては飲み干さないといけないそうですが、うん、お茶が残っていたら下げるとき大変ですし、まあね、お茶を、溢れて、入れてくれた人がその湯飲みを洗うことになりますが、紙コップの場合は洗わずに済むけど、液体が残っていたら流して、捨てに行く手間が増えて面倒ですという理由だそうですが、まあ、お茶は飲み干さなあかんと、うん、でもお茶ってね難しいよ。うまいお茶あんまりちょっと入れてもうた中でそんなないもんね。美味しい入れ方で全く味が違いますもんね。それは伊藤園に行ってね、伊藤園で通されて向こうの会長と喋ってるやんか、はい、めっちゃうまいお茶出すで。へえ。熱くなくやっぱそうなんですね。やっぱすごい。そうですよね。だって会長と喋ってたらね、まあ、看板みたいなもんですもんね。看板でしかも出てくるちょっと気になりますもんね、うん、こっちももしそんな機会があったら何回もお茶変えてくれはんね。違うのとね、うまいお茶出すやこは。この間ドキュメンタリー飛行機の中で伊藤園、うん、伊藤園のドキュメンタリー やってました。やってました。伊藤園のブランディングマネージャーさんが、うん、あの要は茶葉から全部選んで、今度女性に人気、あの20代の女性がお茶を手に取ることが少ないので、それをちょっと増やすために購買欲増やすようなやつをっていうのをずっと30分ぐらい僕それ3回見直しちゃったんですけど、なんか気に入って、そしたらもう茶葉からものすごい細かく、もうこんな手込んでんだお茶一つにっていう、多いお茶でもちょっと違うやつとかを全部やってて、あこれもう。でその人はエキスパートで、もなんか鼻がすごいんですよね。やっぱりもう茶葉嗅いだだけでものすごい、こう僕全く鼻が効かないんで、すごい羨ましくて全く鼻が効かないんですよ。効かないもん多いな。はい、効かないもん基本不器用ですから、はい、器用になりたい、はい、器用になりたい、はい、だからもうちょっとすごいなと思って伊藤園、もう伊藤園はすごいですよね。そのお茶好きでしたっけ、トムさん。いやちょっと今、俺はめちゃお茶好きですよ本当に。確かに、ね、うん、よく飲んでらっしゃる。お茶ちょっとお茶をいろいろ研究してました。全然前にお茶置いてへんやん。いやそうです、あのさっき気づいたんですけど、僕だけ水がないなと思って、飲み物ないなと思って失敗したなと思って、あの後でちょっと自分で、はい、持ってくればよかったね、忘れてきました、すみません。いやでもお茶ってやっぱ本当に入れるね、入れ方によってはもう全然違う、ね、技術違います。お茶うまいこと入れてくれる奥さんをね探さないとね。そうですよね。なるほど。私は今悩んでることがあります。それは仕事です。たくさんの仕事をこなす日々、やらないことがいっぱいあーとなってしまいます、うん、鶴瓶さんは多くの仕事を抱えて落語も練習されて、頭の中どうなってるんだと思いますが、鶴瓶さんはどうやって頭の中で整理されているのか教えてくださいと。順番を決めますね。順番で、順番決めて、その優先順位を先にどれがいいのかっていうので、横に並べないで縦に並べるね。まずこれ、はい、これ
うん、これと。横に並べて。いや、なんか悩みはあの縦に並べろと。よ、これと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 これあるってじゃなく、順番に、あ、これ終わった、はい、これ終わったとしていくと早いですよね。はあ、はあ、縦に並べろ、それ意外とできない人多いと思いますけどね、うん、やらなあかんことがあるときは絶対にテレビつけたらあかんね、もうそれ見てしまいますからね。そうですね、はい、だから、うん、やりたくないこともその中である可能性あるじゃないですか、ちょっと面倒だったりとか。いや、まあ、でもそれはね、ないね。ないんですね、うん、やりたくないことっていうのはない。みんなだからもう若い頃はね、そんな仕事あんまりそうやなとか、もうちょっといっぱい考えろ、もうちょっと待ってとかいうのあったけど、はい、まあ、今割とやりたいことやってるやんか。やりたい仕事をね、レイカが水を持ってきて、ありがとうございます、ありがとうございます。やりたいことやってるやんか、うん、やりたいこと、そのやりたないことってそんなにないね。確かに鶴瓶さんが、まあ、いややなとか言ってるのあんまり聞いたことないですよね。まあ、こんだけ仕事やってて嫌やったらやらへんもん、うん、はぁ、まあ、ただね、その計画の中にポンとわからんと入ってる時はちょっと嫌や。え、やんたん入ってたのって言うのがあれやんか。あ、ね、言うといてやとか。まあまあ、はい、ウキは言うとんねんね、はい、でも俺は忙しいから、はい、処理できないかったり覚えられなかったりするやんか、うん、急にスケジュール言ってるやんか、一緒の中でのこうプログラミングの中で急遽なものはちょっと、うん、まあまあでも嫌じゃないからね。それはそれでまた、うん、あのそのなんていうの、ストレス発散に変えるよね、やんたんを。逆に仕事としての処理はないね。落語覚えるのとか、こう、あ、なんかちょっと覚えにくいなとか、そういうこともないですか。いや、自分で作ってるやんか、その古典でも、こう、はい、この言葉をどうしようと、ここ入れようとか言うから、はい、うん、これをやり持って車乗ってる時に落語を食ったりするもん、はい、だから今日のもちろん鶴瓶話をやらなあかんから、ずっとどっからどこ行こうかなっていうのをやりながらも、言葉の出てこないものがあるわけやんか、はい、この言葉だけはもっぺん繰り返して言おうとかね。うん、すごいな。いや、すごいね。いや僕はついつい、あの、嫌なものから嫌なものを後回しにしてしまうので、うん、今日も朝僕は東京から来てますけど、僕最近ハマってるのが、あの、小玉で来るんです、新大阪まで。小玉のグリーン車安いんですよ。小玉のグリーン車ってあんま使う人がいないんです。ごい出してくれるのちゃうの。いや、だから、あの、そういうの含めて自分で買っていくんですけど、 それで、まあ、こうやっぱやりたいことからやってしまうので、うん、例えば R1 を飲むとか。そんなレベルの話。それは大事よ、大事。 R1 を飲むはタスクなんですか。それは仕事なんですか。あとスポーツ紙を読むとか、あとブログを書くとか、やっぱどうしても好きなものからやっていっちゃうんですよね。そうするとどうしてもこう、まあ、これは僕も、いや、大事なことなんですけど、やっぱ落語覚えるが少し後回しになってしまう時があって、でも落語こう今教わってるやつがあって、ここ でそれを書き出して覚える、まず書き出そうと思って、まあ、でもそれはそうでいいと思う。で、書き出して覚えようと思ったら、やっぱりちょっと前原から新大阪まで記憶なくなっちゃいまして、はい、せっかく子供のか、はい、やっぱ、いや、でも絶えずその落語というものはずっと並行してあるね。はあ、だからこれを、ね、どの鶴瓶話をやりながらもずっと並行して、あの言葉どうした方がいいのかなっていうね、うん、その柱が一本通ってるから、他の仕事も片付けていこうって気になるのかもしれないですね。落語っていうのはもうずっとそれがあるからね。あ、これほんなら沖縄でこれをやろうかと思う時には、やっぱりそこまで仕上げないとあかんし、まあ、仕上げられるかどうかわからへんけど、やろうかっていうの、うん、落語をされたのはもう鶴瓶さんはだいぶ後になって50になって、まあ、だから俺はそれ言うのは、はい、やっぱりなんていうの、もう教えられることって、あの、有限なんですよ、限りあるんですよ、うん、でも自分がやろうとすること、自分がね、教えられたものっていうのはもう決まりがあるんですよ、うん、こうせなあかんとか、自分がやろうと思うものは無限なんよ、うん、うん、だから全然そのやりたいことはいっぱいある、あれとあれとあれやろうなって、うん、あんなここまで行ったらこうやなと。だからやらされてることっていうのは有限やけど、自分でやってることっていうのは無限やから、あ、うん、すごく嫌なことはないね。はあ、一郎さんも、あの、努力を苦労だと思ったことないっていうことをよくね、おっしゃってるじゃないですか、うん、なんかそれとかともに通った感覚なのかなと思いますけど、やっぱ好きだから、やりたいから、楽しんでるから、だから鶴瓶話2時間10分ぐらいをずっと喋っとんなんて苦痛やと思ったらできへんから、うん、そうですね、
そうですよ、今日も2時間10分喋らなあかんと、そんなんじゃないか、やっぱりもう楽しいからずっとやるっていうか、だからもっと喋りたいっていうのもっと喋りたいので、ちょっとこれぐらい止めとこう。昨日途中でね2時から始まった部分もあんのよね、あの昼には2時からやから、はい、ね、ね、2時からやし、あの東京ね土日は2時からやったから、うん、で喋ってる時に2時からやったんかなと思ったんよ。昨日は7時からでしたけど、7時から、はい、夜暗いから分からへんから、うん、今日どうなる、ずっと喋ってて、はい、でふっと時計が見えたんよ、はい、ほんならね8時40分で俺、うん、どれくらい喋ってた、はい、2時から40分で、2時からだ、もう気づいた喋りすぎてこれやめ、もうおかしなってんのだから、いや、まあ、前に1時間40分なんですよね、前にパペポでね昼の12時から8時まで喋ったことあるんですよ。それもすごいね。あのずっともう何もなく、ずっとね、はい、あのそれをやろう、ずっと聞きたい言う人がおって、ほんでやろうって、たまたま雨降って、はい、テントを立てて、そこでずっと僕一人で喋ってたんやけど、はい、だからその時男のファン多いやんか、うん、男ずっと聞いとんねんけど、うん、あの上のテントの雨水がバー漏れてきてるわけよ、はい、動いたら俺に怒られる思って、じっとしてお前な頭の穴開くよ、てん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 てずっと真面目な方だったんですよね、真面目な、一生懸命聞きたいから、怒られるやろ、せっかくだし、だからその自分からやってるからとか、一体その時間がね何が喋ってるのかちょっと分からへんわけやんか。でも喋ろうと思えば喋り続けられちゃうんですね。そうそう、だからそのまあ何遍も言うけど、これあの作った話やったらそんなでけへん、ほんまに感じた話やからずっとできてるわけやから、教えられた話やったらそんな長いこと8時間もできへんよね。そうですよね。でもあれがあって、こうやってこんなところでこんな言われたな、なんか思いながらずっと喋ってるからやな。はあ。喋りながらもう思い出してるんでしょうね。思い出して、次これ言いたい、次これ言いたい、こうやな、こうやなとか、ここはこうやなとか、絵浮かびながらここやとこうやったなとかいうのはね、はあ、うん、だからいろんな引き出しからつながっていくんですね、やっぱり。そう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 、思い出しながらで違う風に喋れる2つの脳すごくないですか。絶対混ざっちゃいそうですね。混ざります、混ざります。なんか自分考えてる時人の声とか聞こえないじゃないですか、なんか、うん、だから今日の冒頭で、はい、あれがそうやね、 あれがそうやね、ちょっと引き出しがパニックになって何になって、おかしくなって、家族に乾杯でそんな言うてないから、ね、いやすごい斬新なラジオの入り方だなと思ってヤングタウンなのに、はいはい、全員が話してない話をいきなりしたことにして、よくねあるじゃないですか、なんかあの、うん、CM 明けでものすごい爆笑みたいな、なんか、うん、いや笑ってなかったでしょみたいなボケみたいなことなのかと思って、うん、ちょっともう新しすぎて高度なテクニックだと思ったら、違う違う、もう頭がもういろいろなってんだやろな自分でも何言ってるか分かんなくなる、だからもうずっとずっとですよ。それで終わってやっぱり楽しませてあげたいと思うやんか、うん、だからで同じことは喋りたくないわけやんか、うん、ね、まあ、あの去年会ったことはずっと喋んねんけど、今まで会ったことも含めて喋んねんけど、どこへはめ込んでいこうかいうのは毎回考えるわけやんか、うん、うん、だから、うん、それをずっとやるっていうかね、うん、まあ、だから飽きないですよね、こっちとしても何が来るか分かんないから、うん、だからね、うん、あっという間でしたよね、2時間、2時間あっという間です、本当に、うん、びっくりしました、え、こんな時間経ったみたいな感じでしたもん、なんか、うん、最後のね、なんかあのコーナーじゃないですけど、まあ、最後のところに来ると、まあ、あれもう終わっちゃうのみたいな、そうですよね、感じですよね、あれもうだっけっていうのはちょっとありますね、うん、まあまあ今は時間の配分がすごく分かるからだけど、初日なんか時間の配分分からへんかったから、どれぐらいかなとか思って、ちょっと早終わったね、まあ9時、1時間55分ぐらいで終わったね、師匠いつも初日少し早く終わるんですね、そっからこうなんか、うん、でまあ次の時はどんどんで、まあ今は割と自由にできるようになったね、うん、毎年毎年やられて、これだけ奇跡とか出会いがやっぱ起きるのはちょっと本当に師匠じゃないできないなと思います、もうそんなだって奇跡起こんないですもん、いや奇跡起こってるかな、いや奇跡といや奇跡なんやけども、まあ、あのだから縁をつないでんだよね、これは。だから今日も帽子屋が、まあ、昨日帽子もう一つくれよってこんなやつを、あ、ね、送ってこの帽子屋から電話かかってきて、はい、今日行きたいんですけど、な、来いよお前言うて、はい、帽子屋今日来よんのよね、へ、帽子屋がね、はい、あのまあ、あの家族に乾杯でおった帽子屋さんが、で来るわけですよ、へ、うん、ほんなお前泊まり言うて、泊まらせたるわ言うて、でのホテル取ってるんですよね、で来てっていうのあって、で俺のその今日は親戚の子が、うちの親戚優秀でね、同志社とか教育大学とかみんな通るわけですよ、すごい、はい、もう そんなんばっかりよ、あの
まあ兄は偉かったけど下はもうみんなむちゃくちゃやったからねむちゃくちゃなんですね。でも皆さん入ってますね今ところね、うん、そうそう。で今日あの教育大通ったいう子が来るから、うんうんうん、だからみんなちょっとご飯食べに行ったのかとか、あ、そっからまた縁が縁をこう呼んで、そうですね、出会ってて、でほっといたら そこに集まった人たちがみんなこう仲良くなってる、勝手に仲良くなってるのね。あさってもあのなんか師匠の周りの女性の方がうちの家に遊びに来るらしくて、うんうんうん、そうなんですか。トムさん僕いないんですよ、はい、で 嫁子供見になんか来るって今日知りましただから俺の知り合いでしょみんな。そうですね、どんどん勝手に広がっていくっていう、もうトムさんももはやいない状態、いない、もういないだから僕はいないです。いやでもそれはすごく楽で、はい、そのなんていうの、まあ変な話、同じような気性の連中、嫌なやつは来えへんからね、うん、同じような気性の連中が、うん、気のええやつらが来るから、うんうん、まあそこでうまいこといくねやろな、うん、俺はまあ何やったら言うからね、俺はお前映画にしとけとか言うから、それはもう俺に怒られるのもあんねやろそういうの、それが一番みんな怖いっていう、そういうのがあるね、そうそう、ね、中に怒られるとか、うんうん、だから鶴瓶さん怒られるわってなるからね、そこにおるから、ね、変なことはならないっていうことですもんね、うん、会う人をまた会わせてるっていうね、鶴瓶さんのその、うん、そうやね、人をつなぐの能力、だからそういうなんて、まあ、めっちゃ面白いことやわな、こんなんなるとは思ってなかったけど、うん、元を正せば全部師匠ですもんね、師匠から全部つながっていく、まあまあね、うん、だってそれこそ僕この間福井石川の小松で落語会やってたんですけど、うん、ちょっとお客さん少なかったんですよ、うん、あれと思ってて、いや実はもう今日落語会がバッティングしてて、5分先のところで落語さん来てるんですって、え誰ですかって言ったらベベさんですえ2人で同じ日に同じ時間で開演で5分もう石川の小松の小さいところでお互いにやって客取り合って、2人で何してんだっつってお互いに文句言ってだったら2人会でよかったじゃねえか、一緒にやればいい、一緒にやればよかったよ何2人でちっちゃくやってんだよっつって、はい、奇跡起こりましたああなるほどね、太平純子さん、太平純子さんってさっきここで言ってたじゃないですか、はいはいはい、俺はもう明日純子さんや思ってるからちょっと待ってください明日純子師匠が、はい、なんでお前のことやってんだよ師匠もうだから引き出しが今パニックになってますもう本当にこの後ねまたあるからお友達が明日純子さんがお前のなんかで新しい相方探してんじゃないですよ、はいはい、あんたならいけるかもしれないデイサービスに来たあるっていやいやいやデイサービスの落語会を純子の純子師匠は師匠があんまりあの反応してもらえ、はい、師匠があんまり反応してくださんないなと思って、太平純子だだから林家太平や思った、ね、最初太平さんが来てくれ、うん、太平純子さんって方がいて太平さんが来てくれたって言って師匠が多分あ林家太平師匠のことだと思ってると思っていや太平純子さんですって言ったらだから太平の後に太平純子さんからもう完全にあで寄せ、はい、頭が寄せになっててさらに純子って言葉入ってたんであの明日純子ひろし長のあの明日純子さんが、はい、まあ明日純子さんはデイサービスにもいないですし、はい、あの落語家も来てくれてないです。であこと分かった、あの前にもう異常に若い人が座ってるから、はい、明日純子さんすら分からないすごい一生懸命今あの CM 中いろいろ話してて全然伝わってないなと思って、なかったっておかしいなと師匠のお友達の話してんだけどなと思ってそれはねやっと分かりました、よかった、よかった、めでたし、明日純子さんは来てないです僕、それじゃあまた来週また来週